どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回なんですが、 KC 突破シリーズKC カップファーストステージを突破したデッキをご紹介していくシリーズとなっております。まあ毎回恒例となっておりまして、私の趣味を皆さんご存知でしょうか。私の趣味はですね、KC ファーストステージをマジで誰も見たことがない、もう意味のわからないデッキで突破するっていう、まあ要するに環境外デッキで突破するっていうのに本当命をかけてまして、まあ本戦でもこういうデッキを使ってひたすらになんかボコられまして、環境突破デッキにクソったれって言ってるタイプなんですが、今回はですね突破してきましたよ。100勝くらいかかりました。ファーストステージ突破するのにレベル10からやって、デュエルスレベル10からやって、レベル20に到達すると一応ファーストステージ突破っていう形になるんですけども、100勝くらいかかりましたね厳しかったですね、非常に厳しかったです。今回のデッキ18金ワームデッキです。18金ワームデッキ、以前ですねバランス型のワームデッキご紹介させていただいたと思うんですけども、今回はワナス戦術の使い手っていうことで、ワームって、まあ、どういう動きをしていくと強いかっていうと、もう2枚のカードを揃えるっていうゲームなんですよ。ワームっていうのは。もう簡単なんですよ。2枚のカード。ゼックス、まあ、ゼックスかど、ヤガンかどっちか、ヤガン。ヤガンかゼックスかどっちかと、この星雲隕石、ダブル星雲隕石っていう、この、飛ぶ18金、もしくは、この生える18金と、このセカンドインパクト、これを揃えることによってめちゃくちゃ強い動きをするっていうデッキなんですね。だからこの2枚を初手に握りやすくすればいいと。なんでいろいろやった結果、そのダブル星雲隕石を一番引けるのがその罠戦術の使い手っていう、罠カードが5種類以上なんか入ってるとなんか罠が入りやすくなると1枚確定するみたいなスキルなんですけども、これで、まあこんだけ3枚入ってるんでこれをなんか引きたいなっていう、であとの1枚は陣掛けでゼクスかまあヤガンを引きたいなっていう、そういうねデッキになっております。まあ、ちょっと罠カード の, この分断の壁のところ と,、それからこのスクラップゴブリンのところ、この部分はですねものすごいいろんなカードと変えてやってました。なんかこの分断とスクラップゴブリン以外のところはもうほぼ確定でこのデッキで回してたんですけど、この2枚だけはひたすらに入れ替えてやってましたね。なんかそのもう1枚目の狡猾にしてみたりとか、あとギャラクシーサイクロンにしてみたりとか、まあ、ほんといろいろやってまだ正解が導き出していないと、まあ、そういうデッキとなっております。でですね、動き方、ゼックス召喚するとワームを墓地に送れるんですよ。で、ヤガンが墓地に送れまして、でヤガンはゼックスのみの場合に裏締めで特殊召喚できますっていうカード。で、ヤガンがリバースすると、表側のモンスターだったらバウンスできるという効果を持ってるんですよ。で、ダブル星雲隕石っていうこのバックガードカードによって、この、生える18金をリバースさせまして、相手のモンスターを1枚、バウンスしまして、でさらにそのエンドフェイズに光属性8ルーズを全部裏側にして、その分だけドローすると、要は2枚ドローすると、でデッキから、レベル7以上の8ルーズを特殊ができるということでキングを出せると。だからね、このカードとこのカードが組み合わさると、1枚バウンスして2枚ドローして1枚リクルートするっていう、マジでほんと爆アドの塊カードになるんですね。このカードがほんとこのアドバンテージがやばいんですよ。これ決まるとほとんど勝てるかなと思うんですけど、これを決めていくというね、でそういうメンコデッキとなっております。で、まあ一応スクラップゴブリンはこの下級モンスターが6枚だと初手に引けないっていうパターン結構多くて、まあ、結構星雲はねそこそこ引けるんですよね。そこそこ引けるんですけどね、モンスターがないっていうパターンがあって、どうしようかなと思った時に、まあこれ裏返るとかも試してたりしたんですけども、まあ、スクラップゴブリンで1回耐えて次のターンなんかそのブラックローズとかこういう7シンクロモンスターね、こういうモンスターを出せればまあ一応いいのかなと思って、一応こういう風にしますけど、ここは本当自由枠なんかね、何が正解かまだ分かってないみたいな感じで、これがブラックマジシャンとかを処するために絶対必要なんで、コズミサイクルの3積みという形でございます。早速ね、18金デッキのね実力をお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ、ワームなめんなよ。このデッキさ、マジで勝率が強い、勝率 50% くらいだと思うんだよね。フラットにね、多分勝率マジで 50% くらいなんじゃないかな、 51% みたいな、そういうレベルなんじゃないか、多分だよ今この現状ね。もう本当に上がっては下がってみたいな、2回勝って2敗して2回勝って2敗してみたいな、
1回勝って2回負けて2回勝って1回負けてみたいなのを繰り返してるんですよ本当にこれ俺よく使ってるよね本当にこれいやーこれよく使ってるなと僕は自分個人的には思いますけど隣の島から来た島からあれていく非常にきついあでも落ち方弱いわ落ち方は結構弱いわでゴズキはいはいいいですよ帯同がなきゃまあギリセーフで何除外するんだろうなまあでもこれは武士も落ちてないからなんとかなるね多分なんとかなると思う多分ちょっとフラグだったらごめんこれがフラグ出ないことを祈るああ、あやかしじゃねえやモノノベねで自分だけ暗黒界の取引をしていきますこのモンスターはねあと言いたいことが一つあってこの歩く18金手札に来すぎなんだけどこの歩く18金さすぐ手札に来るんだけどこれどうしたらいいこれでもね2枚入れてないとねあれなんですよデッキから特殊召喚できないっていうパターンあるんでダメなんですよ2枚は多分入れないといけないんですけど初手に来ちゃうから2枚いらないんだよな、まあ、後回し召喚できるんですけどね一応あーめんどくせえあれバウンスしたらなんか出てくるやんあいつめんどくさいんだ効果で離れたらなんかフィールドから離れるとなんかデッキからアンデッド族特殊召喚するっていう効果持ってるんですよあれバウンスしてもなんか効果発動するんですよデスサムライってめんどくせえんだよなこいつまあ一応1800なんでね1800なんでまああでもあれ戻さなければいいからだからあれだあいつは殴るしかないかキューブの狐かなるほどキューブの狐フィールド上のモンスターを2体リリースして、自身を墓地から手札から特殊召喚できるよというカードですねで貫通能力を持っているっていうこととあと破壊されるとトークンが2個出るよっていうことなんですけどセカンドインパクト発動戻れ戻れ一生戻るお前は手札にそしてダブルセイオン隕石さんの効果発動よしいけデッキよりワームキング様を特殊召喚おらードロー1枚バウンス1枚ドロー1枚特殊召喚そしてワームヤガンをリリースしいっけバトルだ歩く18金1連打2連打高校取ったお前が悪い何が知らねえだバカ誰か対戦ありがとうございましたさあお相手の方ダークシグナカーリー渚選手ワームゼクスの攻撃表示召喚ワームゼクスの効果発動デッキよりワームモンスターを1体墓地の送りそして、入る18金は、飛ぶ18金がいると、フェロモンに連れられて裏渋で特殊召喚することができるそしてカードを1枚もう1枚そして、セカンドインパクトセットしターンを終了するぜさあ、なかなか理想的な展開だ。あとは、コズミックサイクロンがあるかどうかを見た。ないよしオッケーオッケーロットオッケーいいだろういいだろさあ、魔導陣持ってきて、魔導陣はぶち抜きましょう。コズミックサイクロンで。コズミックサイクロンでぶち抜きましょう。黒の魔導陣の効果にチェーンし、コズミックサイクロンの効果発動。てめえの、フィールドの魔法トラップカードを1枚除外させていただくぜわあよしちょっとこれでね止まんないかもしんないの一番きついんだねセットセットそんなセットあるそんなそんなあるあーナビゲートありそうナビゲートはありそう少なくともうわーナビゲートを魂でぶち抜くしかない俺はナビゲートをコスミックサイクロンでぶち抜くしかねえどっちだ2分の1だ2分の1だ2分の1だこっちだうわよしよしよしでエンドフェーズいいですか自分エンドフェーズいいですか自分エンドフェーズでダブルセイオン隕石の効果発動そして2枚ドローしてで歩く18金をデッキより特殊召喚よし行くぞドローフェーズだもう打てこれはもう打った方がいいぞいけコズミックサイクロンおらーそれはなんだナビゲートかよっ!18 金デッキマジなめんな対戦ありがとうございましたさあお相手の方はおルアちゃんショタコンですね対戦よろしくお願いしますあ反応強いねルアなんだこのデッキルア
ルアってレベル上昇とかですよね、多分あったとしても。あったっけ、知らないかな。岩宮がおせっち、俺は最強のカード最強だ、これは最強だ、これ勝った、さすがに勝った、さすがに勝った、これはさすがに勝った。ダブルセーブ遺跡2枚は強い、非常に。あ、魔導雑貨商人、魔導雑貨商人、なるほど。あ、シンラ、あ、やばいちょっと待って、落ち方強いって、落ち方強いよ、やばい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 、あーやばい、あ、ええ、ちょっと止まって、止まって止まって止まって、落ち着きじゃない、それは落ち着きじゃないか、それはそれは落ち着きでは、え、これ何が起きる。だってさ、まあ、そもそもストール2枚が落ちたの、今ストール2枚落ちていくで、ストールストール効果発動される、これストールストール、これやばやばいって、僕のダブルセーブ隕石だ、発動するしかないか、でもダブルセーブ隕石の効果発動、一応リバースはするんですよね、一応一応リバースはして、なんか魔導坂商人を戻すっていう意味わからんことになるけど、多分これレギアの効果でデッキトップをいじるみたいなやつね、で夜間の効果で、これこれ、逆にさ、邪魔な魔導坂商人をこれ戻してしまったっていうパターンある、これ。あー、バナナバー来た、バナナバー来たー、うおー、よー、やったえ、強いって無理だよ、なんだこのデッキ、最強か、強すぎでは、ちょ強すぎでは、え、ちょっと人参で、あれ強、強植物の反乱でしょこれ、手札、これ一体いくつになるの、伊達やばいって。強植物の反乱っていうのは墓地のなんか植物族の数かけるなんか300とかになるっていう、伊達が全員植物族の、これやばい、これえっつえー